いいです。夢を見る島を続きやっていきたいと思います。で、今日はですね、こっち先行っちゃおうかな。マーサの入江ですね。ここ前回の男女終わった後に、入江に行くっていう感じで言ってたので、おそらくここだと思います。マーサの入江ということで、ね、じゃあやっていきたいと思いますが、誰これ、これ誰マジ、これなんかずっといるんだよさっきから。やばい、間違えた。これ何なの、このお化け。何もないんだよね何もないの。ただなんかずっとついてくんのよ。あ、喋った。お家連れてって、入江のお家。まあいいや、ちょっとじいちゃん行くか。ここにもついてくんの。ずっとついてくるじゃん君。なんなの君。ガチゴチゴチゴブルルガチャ、ブルリラじゃ。変なお化けに取り憑かれたとな。それじゃのそいつの行きたいところに連れて行ってやったらどうかな。ブルリラガチャ。じいちゃん、いや、あのね、思い当たる節あるんだよね。ここ誰もいない家だったんだけど、すごいね、荒れ果てた家だったんだけど、行ってみる。ほら、お、ここ入って、僕の家。でもこの人の家っぽいね。懐かしんでる、だいぶ。なんだ、あ、写真のところ行った。懐かしい、変わってない。でももともとここの住民だった可能性高いよね。悲しい、めっちゃ悲しい顔してる。嬉しいんだろうなきっと。写真ちょっと僕見えないからな、あれちっちゃくて。いや、よかった、なんか。うん、でどうすればいいんだろうこれ。もういい、お墓帰る。お墓連れてって、ここで暮らせばいいのにね。でもね、コンパスとかさ、これ男女の地図っぽいのあるんだよねここに。じゃあ行くか、お墓行ってみる。さあ、ここでいいのかな。お墓だからこの下か。名前さえ分かればね、なんか分かるかもしんないんだけど。さあどう、帰ってきたよお墓。君のお家はどこ。なんかすごいいっぱい幽霊出てくるんだけど、なんか君はどこに行けばいい。あ、なになに、なんて言った。今一瞬過ぎてなんて言ってるか分かんなかった。もう一回話して。なんて言ったの？ここちょっと魔物が多いから。喋んなくなっちゃったよ。お墓連れてって。花に囲まれた僕の花？ここじゃないってこと？え？何それ？そんなのないよ。どこにあんの？そんなの。あ、待って、せっかくだからさ、ハイビスカス、私に行くか。前回もらったから。あ、いた。持ってきたよ、ハイビスカス。あら、私、そのハイビスカスをくださるの？どうもありがとう。とっても紳士的なあなたにお願いがございますの。聞いてくださいます？森の外れのライト様に手紙を届けていただきたいの。よろしくお願いいたしますわ。おい、ラブレターじゃん、絶対に。ハイビスカスが、ヤギの手紙になった。なんかすごいぞ。あれだよね、序盤からずっとブツブツ交換してってるもんね。森の外れのライト様って、何のことだ？あはは、はい。ライト様、言いましたね、ライト様。いやー、行っちゃいます？行っちゃいますか。よし、到着しました。おそらくこの人だと思うんだけど、手紙待ち続けてたよね、ドクターライトだったっけ。はい。あ、渡した。あ、めっちゃ喜んでる。よかった。すっかり忘れてた、この人。なんと文通の返事をもらってきてくれたのですか。嬉しい。あ、しかも、クリスティーヌちゃんのブロマイド付きだ。え、めっちゃピーチ。どういうこと？めっちゃピーチ、え？なんと美しい。あ、お礼はしなくては。あ、でも大きくらいしかないんです。これでよろしいですか？やった。これでヤホーばあさんが喜ぶ。お礼に宝器をもらった。しかしあのブロマイドは。ね。ああ、だから、あれか、ティアキンにもいたよね。女の子にさ、ムキムキの手で手紙あげてた子いたじゃん。あれの逆版か？じゃあちょっとヤッホーばあさんとこ戻りたいと思います。いや、嬉しい。やっぱな、ちょっと元気なかったからさ、ヤッホーばあさん。これで元気取り戻ってくれるといいんだけど。ヤッホーばあちゃん、宝器持ってきたよ。ほら、ヤッホーイヤッホーイ、新しい宝器かい？悪いね、私にくれるんだろ。それじゃあお礼に川で拾った釣り針でもあげようかね。釣り針か。なんだ？ほうきと釣り針を交換した。今度は何になるだろう。釣り針か。あ、待って、ここじゃない？ここじゃない？そういえばさ、これ何かのお墓だったよね、これ確か。空飛ぶニワトリ、ここに眠る。違うのかな？でも何の反応もしないな。なんでだ？ここじゃないってこと？あ、待って、あった、ここにある。お花に囲まれた墓あった、ここに。見つけたー。そこか。ちょっと待ってろよ。連れて行くよ。抜けてたわ、完全に。さあ、ここだろ？あ、ムービー入った。あ、すごい笑顔になったよ。ありがとう。僕の宝物をあげる。使って。バイバイ。お、妖精の瓶を手に入れた。中に妖精を入れよう。じゃあ、これでようやくいけるかな？うん、向かいましょうか。一応、ちょっと待って。一応、じいちゃんの言葉も聞いとこうか。タティゴジゴジゴブルーガチャ。ブルリラじゃ。釣り堀の主人は、マーサの入り江の橋の下でも釣りをしているそうじゃ。会いに行ってみたらどうかな？ブルリラガチャ。橋の下？ここか？あ、待って。これどこだ？今なんか、ここの階段下がってって、地下通って、ここに出てきて、で、さらにここにも階段がある。なんだこれ？ちょっと待って、怪しすぎる。あまりにも。あー、なんか火つけそうだな。いや、こういうところがでもあるってことね。オッケー。火をつけるアイテムもらったらここ来ようか。橋の下。
秘密あり。多分さっき言ってた橋、釣りじいちゃんがいる橋、多分今のところだと思うけど、わ、びっくりした。橋これどうやって行けばいいんだろう。普通に水の中から行くんかな。うわもうこいつは多いんだってこいつは。橋の下、え、なんかある、これ行けんのかな。あ、行った。え、あ、おじいちゃんいた、おじいちゃんいた。うわ、どうすればいいんだこれ。あ、釣られてみる、僕がこのじいちゃんに。そういうわけじゃないのか。じいちゃんの釣り糸どこにあんだ。え、釣ってる、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん。気づいてるよね絶対に。あ、乗れた乗れた乗れた。おお、君が持っているのは釣り針ではないかね。それをわしにくれんかね。何か釣れたら交換でどうだ。ではプロの技というやつをしかと見てなさい。お、これはでかいぞ、でかいでかいぞ。そりゃあ、なんだ、何これ。釣り針がネックレスになってしまった。誰かの落とし物かな。あ、待って、あ、ヤホーじいちゃん、ヤホーばあちゃんいる、ここに。なんでこう、出張サービス。ヤホーイ、お乳のほうきなかなかいいよ。あ、よかったよかった。気に入りすぎて多分ここまで来ちゃったんだろうね。まあ一旦こんなもんにしとくか。とりあえずもうマーサの入れ行こう。ここ地獄。で、マーサの入れまではこれでもう泳いでいけそうだね、直接。ここだ。あ、誰かいる。これ誰？なんか可愛い、めっちゃ。ああ、それ私のネックレスよ。ねえねえ、返して、返してよ。そしたら私の体、一枚鱗を取らせてあげるから、めっちゃエッチですよ、それ。あ、リンク潜った。何する気？あ、あん、一枚だけだ、4。いや、リンクエロいな。ネックレスを返して、人魚の鱗を一枚取らせてもらった。これは何に使うんだろう。あ、潜ってた。ちなみに2枚目の鱗を欲しくなったらどうすればいいですかね。さあ、バーサの入れ。こっちはナマズの像なんだね。ちょっと怖いけど、だいぶ。じゃあ行きましょうか。ナマズの大口。この距離ジャンプできないよね。いや、待って。これ予想していい？大ジャンプもっとできるやつ、ゲットできるようになるんじゃないかな。今ね、ジャンプでいけないところが結構多いんだよね。さあ、うわ、なんだこの部屋。え、これ何？わかんない。え、なんもできないこれ。なんだ？あ、待って、またあるな、この部屋。中ボス来たー。なんかめっちゃキョロキョロしてるけど。なんだこいつ。え、僕今でも結構強いよ。バフ効いてるよ、バフ。バフ中に行きたい。え、なんだこいつ。え、この床絶対関係あるよな、これ。はい。はい。はい。やべえ、また勝ち方わかんないパターン来た。あ、待って、これ遠くにいると。あ、なんで盾落とした。え、どういうこと？シンプルに爆弾とかかな。はい。いや、違う？あ、いや、でもいけるな。背後これで取れる。え、これで爆弾？よいしょ。いけ。いやー、ちょっと待って、遅かったのかな、僕今。もう一回やりたいか。気をそらせた間に、で、爆弾仕込め。これで頼む、行ってくれ。いた。ダメージ入ったね。爆弾だ。はい。さあ、爆弾置いてクロール終わりじゃない？オッケー、いた。ちくしょう！叶わねえや。ここはひとまず退散するぜ。箱の中身は俺様がいただいた？欲しけりゃ捕まえてみな。マスタースタルフォン。あいつマスタースタルフォンっていうのか。いやー、広いなー、ガチ。あれなんだ？あのギミック知らんど？なにここ。ここも無理だよね、ジャンプ絶対に。いやー、なんだここ。弓かな？よいしょ。違うなー。あ、待って、またこの床が。でもなんかさっきと若干模様違う？こっち側だね。こっち側の右側もまだ行ってない。なんだ？またこいつか。ゲー見つかっちまった。すごい野郎だぜ。爆弾だね。いや、もう倒し方はもう分かったから。おー、めっちゃ大振り。そっか、でもこの子から、奪った宝物を取ることができれば、何かヒントになるか。なんか、ほぼエイリアンじゃない？エイリアンの骸骨じゃん、これ。はい、オッケー。これで死んでください。ちくしょう、叶わねえや。ここはひとまず退散するぜ。まだか。ここいけるかな？これ怪しい。ギリいけなそうだな。行くしかないでも。ほっ！ああ、無理か。ほっ！いやー、きつい。やっぱちょうどいけなくなってるな、これ。今さ、一番最初、骸骨と出会ったのここの部屋なんだけど、1。で、確か次に出会ったのがここで、2。あの模様が。そして3？ 4。ってことか。この部屋行ってみる？さっきはさ、多分この部屋行った時、2の場所で骸骨を倒してなかったからいなかったのかな。2を倒した後だったら3のところに行けばいる可能性がある。さあ、部屋はこの上。頼む、出てこい！来たー、そういうことか。ってことは、これ倒した後4の部屋だ。はい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 。さあ、一発目。二発目。さあ、ラスト。これはまず近寄って、で、こう、飛ばすでしょ？飛ばしたら後ろ下がって、剣で振って、爆発させて殺す！畜生かなわねえや。ここはひとまず退散するぜ。そうだね。だから、あと一個あるのよ。で、それが、この部屋。いやー、これどうやって行くんだっけ？あ、来た。ここだ、ここ。もうこいつの倒し方マジ、ここまで来ると結構プロ級になってくる。はい、二発目。三発目。さあ、頼むよ。いや、こいつ、本当に、厄介だった。お、なんだこれ。新アイテムだ。グラップニングフック的な感じかな、これ。おー、フックショットを手に入れた。ボヨーンと伸ばして使おう。アイテム。
あ、すげえ。しかも、え、距離長。ちなみにさ、この宝箱はいけないのか？いける。あ、壁はダメだけど、オブジェクトはいけるんだ。めっちゃ便利じゃん。はいはい、だからここですよね。ここもグラップルフックで伸ばして、え、あ、妖精か。妖精がいるだけだ。もうこいつ、もうこいつムカつく。鍵ゲットしたんで、この部屋行きましょうか。う、キモ。結構キモい。何こいつら。フックショット効く、効かないか。目開けた時、目効かない。また爆弾かな。よいしょ。食らわんと。え、なに、わかんないわかんない。こいつはなんだ。あ、ステップ速くなった。後ろか？後ろ、回転切り。ほい。え、わかんない。ちょっと待って。マジでわかんないんだけど。あ、え、スコップ関係ある？関係ないか。足元救われるとか、ないっすよね。魔法の粉行ってみるか。よいしょ。ダメだ。それかシンプルに目に矢かな。ただ目攻撃するのこれめっちゃ大変なんだよな。あ、いた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 。やっぱ目なの？あ、剣じゃいけない。弓じゃなきゃいけないかも。はい。オッケー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 。さあ、こっちだと思わせて。来い！いや、攻略法分かったのでけー。はい。よいしょ。はい。あ、オッケー。一体目やりました。あとこいつだけだ。いけるいける。ガード使えば別に避ける必要もないわ。ここで、こうガードして矢を放つ。これだけで大丈夫だ。はい。ほい。はい。せっ。はっ。オッケー。倒せたー。いや、なんかもうシャベルで穴掘ってんのバカみたいじゃん。あー、来れたー。ごめんなさい、ボケ。そっか、別に普通にここ来れたのか。最後の宝箱の場所。あー、やっとゲットできた。難しい、このダンジョン。行きましょうか。さあ、ドイツが来る？おめえか。風の魚を起こしに来たよそもんは。キシシシ、キシシシ、食っちゃる。え、ジム？なんだこいつ。なんだあいつ。キモ。フッカー。めっちゃフックしてくださいと言わんばかりの顔。え、絶対フック関係あるよね、これ多分。口開いた時にフック入れる？キモい、この尻尾みたいなやつが。え、でも爆弾食いそうな顔してんだけどな。爆弾食わないな。ほっ。あー、これだ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 。今行くんだ。なるほど。いや、これで、ね、一発じゃいけないよね。フック、なるほど。なるほど、なるほど。フック食わせて、引っ張るんだ。じゃあ待って、右上の穴から出てくるのをもう僕待ちます。来た、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 来た。え、おい、なに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 、知らん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 、それ知らん。え、爆発したよ。どういうことどういうこと。オッケーオッケー、でもいける、いけるいけるいける。何が起こったの今。とりあえずこれでやって、もう一回引っ張ればまた爆発すんのか、多分。体力きちー。あ、違う、なんか顔が違うんだ。ほら、目が普通のやつと、これダメなんだ多分。キラ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 。いや、惜しい。キラ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 。いや、惜しい惜しい惜しい。尻尾邪魔すぎる。あー、ダメ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 。あー、危ねえ、ダメ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 。来た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 。えー、ちょっと、なに、短いって。短くない？何今の。やりてえ、もうここで。来た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 。頼むー！そっちじゃない、そっちじゃない。尻尾が邪魔すぎる。てか僕、あと一発でも食らったら死ぬか。来た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 。来ました。頼む。シューくくく、悔しい。おめえまだこの島がどんなとこか分かってねえな。キシシシ。お人よしなやつ。キシシシ。てんてんてん。何その捨て台詞。やべな。ギリギリすぎる。でも楽しかった。さあ、5つ目の神器いただきましょうか。嵐のマリンバを見つけた。神殿？神殿に島の秘密がある。島の秘密？帰ってきました。ということで、ちょっと今日はここまでにしたいと思います。あいつの捨て台詞気になったな。この島の本当の姿。そして神殿っていうのはおそらく、この北の神殿と南の神殿だと思うから、次回ようやくここ行けそうだね。よし。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画を見てください。バイバイ。